なところにたくさんの袋があるな。ノンとテンション上げ上げ、こんにちは、ほのぼのでイエ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 イ。今回ですね、コーナーに行ってまいりました。コーヒーコーナーって言うんだよ、これ。違います、それはケーキのお店の名前。コーナーに行ってまいりました。ホームセンターですね。で、今回ホームセンターで普通にショッピングしちゃったよっていう動画でございます。本当は2人で5000円って決めてたんですけど、そうだけど、なんかやっぱりそう行って見てみたら、なんかいろいろ欲しいものがあって、マミコとかも普通に買い物してて、結局普通の買い物になってしまいました。なんなら日用品入っちゃってるからね。そうそう、主婦の皆さんも今日は楽しめる動画になっております。あの生でも基本的にね、主婦の皆さんにお届けしてるんですけれどもじゃあ早速紹介していきましょう。ちょっとその前に、はい、行った時間が8時ぐらいに行って、でもうすぐ閉店しちゃうと思ったら、工事コーナーだけ9時まで、あ、工事コーナーじゃない、間違えた、コーナーだけ9時までやってて、9時までやってるから見るって言われて、ホームセンター私好きなんで見たいって言って見て、ホームセンターあるあるだと思うんだけども、ホームセンターでさ、ペットショップついてんじゃんか、うん、とりあえずペットショップ行ったんですよ。そしたら私がね、昔飼ってたヤドカリちゃんたちが、ね、たくさんおらっしゃいまして、かわいいと思って、カエル飼いたい、白いカエル飼いたい、アルビのね。私はね、カエル飼いたいって昔からずっと言ってんの。なんか昔にそう大経営行った時にカエルさんいて、クレーンゲームでカエル取れるみたいなのがあって、それをやったんですけど、まあ取れなくて、でもそっからカエルすごい飼いたい飼いたいって言って、パピコはすごい賛成してくれたんです。パピコ自身もなんかカエルみたいなの飼ったんでしょ。知らないけど、知らない、魚とかたくさんパピコ昔買ったらしくて、なんか自分で水族館作りたかったって言った。そうそうそう、それぐらい魚とかたくさん飼ってて、でカエルも結構詳しかったらしくて、でカエルはパピコはオッケーしてるんだけど、マミコはやっぱ餌がキモいっていう。ゴキブリとかでしょ。違う、でもなんかミルワームとかそういう気持ち悪いもん、私もそれは無理だから飼いたいんだけど、でもなんだろうな、ちょっと難しいってなって飼えないなって。今回ホームセンターに行ってもカエルはいなかったんですけれども、私がね、もう一匹飼いたいのがいまして、ミーアキャット、ミーアキャットはいなかった、うん、けど結構変わったね、動物たくさんいて、ハリネズミとか、あとウサギとか、インコ、あ、インコはまあもちろんいて、ハムスターもいて。ハムスター飼いたい。あ、ハムスター可愛いよね。最近さ、あのアベバ TV、 ちょっとごめん、あの私の話をさ妨げないで。最近アベバ TV でまた生まれちゃんを見始めたんですよ。あ、マジで、私もよく見てる。そう、あの会員になってから、うん、見ないと損だなと思って可愛いよね、マネちゃん。で、ミーアキャットじゃなくてフェレットがいて、すごく可愛かった。フェレットはこっちからさえ会えば触らせてもらえるから。いつまでその話するんだい。ごめんなさい、前乗りが良いよ。ごめんなさい、言われちゃう、またということで、これから買ったものをバシバシ紹介していきます。じゃあ私から紹介していいですか。あ、はい。私だけ袋違います。そうですね、思いました、これだけです。じゃあまずこちら、一周だ、しーなー、私これの赤使ってた。これ学校で使うんですよ。え、中学生もさ、ゴミの方が使うの。使ってもいい。本当は横線なんだけど、うん、大学のこっちの方がぎっしり埋まってて、あ、綺麗に描けるよね。綺麗に描けるし、描けるんだけど、見て、メアデとか書いてある。振り返りもね、なんか書かないといけないんですよ。なので、え、授業の終わりに、最後に、あ、受ける、ベルマークある。ベルマーク集めてる人いいのかな。私さ、うちにベルマークめっちゃあるんだよね。どこに持っていけばいいんだっけ。学校に持ってくんだっけ。学校は近所のスーパーとかにあるよね。そうだよね、入れてください、うん。次、ほのぼの番組の方で、あのさ、もうないやん、今編集し終わったんだけど。あ、よかったよかった。あの、筆箱の中身紹介したんですけど、あ、ストップ、それの値段言わなきゃ。1個148円の2個で296円でございます。そうなんですよ、これは家の勉強するときに使うやつでございます。ここには持ってかないんだね、うん。で、次、続いてはですね、ほのぼの番組で筆箱の中身紹介を撮ったんですけども、それもう一個学校で使ってるのがあって、うん、ちょっと変えたいなと思って、うんうん、もう中が汚くなっちゃったり、うん、見てくれた方は分かると思うんですけど、うん、チャックの部分が壊れてるんですよ。なのでこちらコンパクトのやつを買いました。何それ、筆箱。筆箱、へえ。ラス2でした。へえ。ラス1にしてきましたラス1にしてきました。すごいしっかりしてて、こういう感じでなんかポッキーあげるよみたいな、こんな感じで
198円です。おで今回はほのぼの文房具しか買ってません、うん、続いてこちらピタッと止まってスラスラ書けるメモでございます。これ私もめっちゃいいなと思いました。98円、安っ。安くてこれもう一回りでかいのもあったんだけど、そうなんだ、そんなでかくなくていいかなと思って、うん、滑り止めが後ろについてるんですよ。あ滑り止めの紙になってて後ろがこうやって動かない本当にすごい、本当に動かなくて、本当に動かない、なんかちょっとベタベタしてて可愛い。あのろうそくのろうみたいになってる後ろが。この後からね出てくるんでペンが。あじゃあそれで後で書こうかなと思って。すごいめっちゃいいそれ。続いてはこちらコンパス。次の数学の授業でコンパス必要で、ほのぼのピンク色のコンパスを持ってたんですけど、うん、ないのに貸したっきり戻ってきてないような気がしてて、あのそのピンク色のコンパス私持ってます。ごめんなさい、リビングで。あ、それあのもう渡します。これ黒いの私使うんで。あ、はい。コンパスってさ割とさかさばるじゃん、なんか箱みたいなの入ってるからさ。だけどさペン型になってるとさ、そういつでもどこでもね持ち運べるから。いくらこれ。798円です。ほのぼのさんそれ、はい、うんよ。めっちゃ練習したわ、これの書き方。そう割とさ、そんなデータあった今ガタってなった。割とさコンパスって難しいよね。これシャーペンになってるのでめちゃくちゃいい、便利、うんうん、以上でした。次、あこれ悩んでじゃない。あそうだな、本当だ、何でもなかったね。こちら私今柔らかい定規がめちゃめちゃ欲しくて、98円。柔らかい定規が欲しくって、なかなか売ってないの柔らかい定規って。粘土で使うんですけど、これやばくない、めっちゃちっちゃくない、10センチ定規。これで曲がるんでめちゃめちゃ定規としては多分使わないと思うけど。いやこれもベルマークついてる。本当だ。いくらですか。あこれ98円です。じゃあ次いきます、はい、一気に紹介しちゃいます。ネームペン極細と普通のやつなんですけど、もう極細が75円で普通のが98円。はい、そんな感じですね。え何に使うのマッキーペンは。普通に名前書くのとか、サインしてもらうとかじゃなくて。なんだ、サインください。大丈夫です。次いきます。芯かペンどっちがいい。芯がいいな。芯も一気に紹介します、うん、こちら 0.3 と 0.2 の写真です。 0.3 が148円で 0.2 が148円です。なんで 0.3 と 0.2 を買ったかというと、うん、私はもともと 0.3 しか使わなかった女なんですけども、うん、視聴者さんから 0.2 のシャーペンをいただいて、ずっと欲しかったシャーペンで手を出しにくかったんですけども、なんで視聴者さんが本当にいただいてありがとうございますって感じ。本当にいただいてありがとうございます。それは日本語がおかしい。本当にねありがとうございます。シャーペン 0.2 使いすぎてもう写真がなくなってしまったので、写真前回のドンキの時にね買ったんですけども、そこからまあ結構年数経ったので、まあ年数経ってなくね、だってこの前行ったばっかで2ヶ月前ぐらい、2ヶ月でなくなってしまったので新しい写真を買いました。 0.2 ってやっぱ折れるんじゃないの。たくさん全然折れない、うん、オレンジってやつは芯を守る筒があるから。そっかそっか。でもうちはそこからちょっと2ミリぐらい出して書いてじゃないとなんか太く感じちゃうから。じゃあ次、ペンか芯どっちがいい。芯。こちらまた芯買ってるの。フリクションの、まあ、芯っていうか詰め替え用だね、ブラック。これもね本物の筆箱の中身紹介で言ったんですけども、もう1個出しますね。はい、こちら0.38 の 0.38? うん、 0.38 のフリクションの赤と青を持ってるんですけど、黒を持ってなかったので買いました。でね芯も一緒に。芯が148円でペンが238円。普通のペンよりもちょっと薄くなっちゃうのね、消せるからっていうのがあって、うんうん、でも社会ってプリント配られて埋めるんだけど、その時に間違えたら、え黒で埋めちゃうの。うん、オレンジで埋めるのが一番いい。なんか消せるもん。まあいろんな色使ってるんですけども、オレンジで統一。そう、私も社会の時は多分先生は同じだから変わってないんだけど、プリントは理科とかもそうだったんだけど、穴埋めは全部オレンジで書いて、そうじゃないと消えないもん。ノートで書かないと覚えないタイプだから。じゃあ絶対やめた方がいい。うちだってさ、もうさテストやばいやばい、もうあと3日しかないときどうするの。テスト勉強ノートに殴り書きする。ノートに書いてる時間があったら音読した方が絶対早い。はい、本当にそう。これが兄弟の違いです。兄弟の違いですよね。皆さん絶対そうした方がいいよ。さ書いてる時間もったいないもん。続いて結構学校で使ってる子が多くっていいのかなと思って買ってみました。出たー、炎のシャーペン。いや一瞬見て友達の名前言いそうになっちゃった。危なーい。他にもいろんな色があったんですけど、そうそう、それのねオレンジか黄色をね使ってるお友達がいてね、いいっていうものから出てるやつだね。消しゴムがさ、これちょこっとだけじゃなくって、消しゴムがこれめちゃめちゃ長いんですよ。なんでほんといいよね。私は 0.3 を買いました。これ振っても
もできるし、振りちゃうんだ、押してもできるし、上にすることによって振るのを抑えられるっていう、すごくとてもいい便利でした。日本語喋って298円です。ということで、ほのぼのさんの購入品は以上でございますね。ヨノヨノの購入品紹介たくさんいきたいと思います。低くなり響く音透明